さあ、こんにちは、ダイダラです。トリコが、俺を助けてくれたんだよね。牢屋みたいなとこに閉じ込められてた俺を。で、助けてくれたのはいいけど、トリコ腹減ったわ。もう、ここから一生動かねえってね。ちょっと文句言ってますので、じゃあトリコのためにまた、ご飯探しに行きましょう。ご飯だよ。待てよ、ご飯は、ここにあるのか、もしかして。いや、わからんけどさ。トリコそこにおるやん。なんか尻尾タラーンってしてない？もしかしてトリコ。尻尾タラーンとしてない。あっ。びっくりした。これ尻尾今くねって最後曲がってる？尻尾折れてない？大丈夫これ。トリコ。大丈夫？尻尾。先端すごいことになってるけどトリコ。なんか大丈夫かなトリコ。さあ、今から行くところは、これ下行くの？これってこれもう一回入ってみようか。うおお下や。バイバイトリコ、またな。さあ下に降りてまいりました。樽ない？なんか今あそこに樽今見えなかった一瞬。わからん。ウィーンガシャ。下へ参ります。さあ下までやってきた俺たちはこの裏ない。おらあ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 ら、お前どけこれ。引っ張った毒がなこれ。え、あのぐらい行きたいんですけど、あのすいません、おめえどけよって、おめえどけよって、なんか変なことだけど、なんか顔落ちてなかったっけ、鎧の顔みたいなやつどっかに。あれあいつの頭につけたら動き出すんじゃねえの？そんな話ではない。待てよ、それが裏から入る。見て上を、世界は明るい。今日もダイダラです。ここにあれあるじゃん。うん、こっち行ったらお前死ぬぞ。死ぬぞ。それかこれ上から行くや。ジャンプしてあいつの頭を飛び越える。ウェーイ！越えれません。向こう行きたいな。どうやって行くんだろう。まだ考えんだよみんな。な。人は考えるのをやめたらもう終わりだからなみんな。何を言っとんやっていう話だけど。ね、まあ、見た感じ、わからん。さっぱりわからん。イエカフィラジ、アウゼ。私はどこからか探してきた頭を取り付け、邪魔な鎧を動かして、その先へ進むのであった。やっぱ頭探せか、これ。頭どこに落ちてんの？どこからか見つけてきた頭って言われても困るんだけど。上行くわ、とりあえず、頭取りに。なんで怒ってんやろな俺。ごめんな、まあ、トリコを見てないとこやったら怒るから。プリ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 。誰かー。いや、動物は心をな和ませるからな。この悲しい荒んだ心を癒してくれるから。頭なかったっけこの辺。投げて遊んでた気すんだよなどっかで。あっ、ちあったあったあった、これだこれだこれだ。やった！さあ、これトリコの親戚やで。ね。トリオくんです、これ。トリオくん。これ餌ちゃうからな、トリコ。ちょ、待っててな。まさ、餌取りに行ってくるわ。トリオくん使って。めっちゃ見とるな、トリコ。はよ、ご飯来れへんかなって待ってんやろな。待ってて、トリコ行ってくるわ。でも、鎧に俺襲われるってことだよね、要は。最悪やで、それ。どうしよっか。ウィーンガチャン。うまいことを巻かなきゃいけないんだよな、あいつを要は。で、巻いて、うまいことを頑張って、あれを奪い取って、うわぁ持っていかれた。待って。え、もう来んの？来んの？早い早い早い。よし。うん、来た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 。で、今のうちに。あいつ引っかかって動かれへんからバカ野郎ってことで、その隙に、いただきます。これないでしょお前。バーカバーカバーカ。こっち登れないでやんの。ま、所詮雑魚モフよ。じゃあな、また会おうな。一生そこで、俺を探してろ。
かわいそうに登れんかったな、トリオくん。バイバイトリオくん。よし、さあトリオくんを無視して、うわーなんかシュボン来てるな、あいつもう一生下折れひんわ。トリコー、さあじゃあいい飯だ、行くよトリコー、せーのぽい。うん、食べる気ない？いや食べて食べていいよ。もっと食べやすいとこがいいか。わかったわかったわかった。ああ、ちょっとタイミング考えてくれんかな、トリコ。行くよ、もう一回行くよ。ワン、ツー、トリー。だからなんでーと俺虐待してるみたいやん。よしよしよし、おいしいかトリコ。よし、もう大丈夫？大丈夫トリコ、 OK。 じゃあトリコ、あとは任した。いいぞいいぞ。さあトリコにちょっと乗って冒険しよう。さあ次どこ行くんだろう。とりあえずトリコあっち行く？あっち行く、トリコあっち分からんけど、うん、どうしたトリコ、あっち行って。 GO。 おっおっ、トリコどこ行く？え、どこ行く？え、そっち？そっち？こっち？どっち？はい、せーの、ぴょん。よし、お、飛んだー。よし、いいぞー、トリコー、その調子や、その調子や。さあ、次だよなー。困ったなー。よいしょ、いた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 。ちょ、トリコか、段差歩きづらいやろ。ちょっと登っていこうぜ、こっち。この辺りとかぴょんぴょんしていける気もするするくない？うん、いける気がする。じゃあトリコにまたぴょんぴょんしても飛んでいってもらいましょう。ここからすごいなんか、うお、落ちそう落ちそう。トリコあっちあっち、いやぎゅんぎゅんぎゅん、いやか、トリコあっちぴょんしよ、ぴょんぴょんって行こう。トリコ帰る？トリコどこ行く？え、どうしたトリコ？うえーじゃねえよ。あっちあっち。そっちちゃうでトリコ。あっちあっち。あっちをぴょんぴょんすんな。あっちぴょん。あっちあっちぴょん。あっちぴょんすんな。あっち。え、こっちが正解なのトリコ。すーごい嫌がってるんだけど。あっちじゃないのトリコ。あっち行こう。そうそう、そっちそっちそっち。お、やっと分かってくれた？は？あれ？そっち行く？あ、うん。じゃあそっちでいいや。うん、じゃあそっち、イェーイ。計算通り。よし、じゃあ次でガチ。飛んでくれ。はい。おぉ、ポーンと飛んで。いいね、いいね。崩れない。怖い怖い。大足トリコや。さあ、どんどん行こう。どんどん飛んでいこう。どこまでも高いところへ。よっしー、たっけえな、ここ。うおー、危ねえ。すごい、ちょっとおしっこちびったわ、今。怖くて。もう、ここゴール？トリコ。おーっす。頭ぶつける、頭ぶつける。怖い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 。頭ぶつけるってトリコ。ここなんか先来たとこやんな。ここらへん。次どこ行くんトリコ。任せるで。うん。まあまあ、トリコに任しとけばなんか勝手にクリアしてくれそう。いける？それ届くの無理。うわー、お前ジャンプ力世界一。うわー、やばいわ。人類超えてる。あ、ここ来たとこや。よしよし。ありがとうトリコ。ここで俺がね、なんだろう、捕まってたんだよね。捕まってたというか自分で檻の中入ってそこで動けなくなったんだよな。よし、じゃあここ今度はトリコと一緒なのでね、先進んでいきましょう。多分この辺りかな。ここまでトリコ呼ぶ？うん、あの上行く？あの行く無理やろ。トリコ分からへんからちょっと案内して。これなんか横から入ったりとかしたとこだよね、ここ。何してんのトリコ。じゃあジャンプしよう。ジャンプジャンプトリコ。分からんけどとりあえずジャンプ。ジャンプ！オッケートリコ。分からんけどジャンプして、あそこ、あそこ行こう。あそこ入ってきた穴に。
早くしないとあいつが戻ってきちゃう。あ、怖い、それは怖い。そこ行けるとり行こう。うそ、マジか。うわー、うわっ、あた、うわー、ギリ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 、よし、わーよ、新しいとこ来た。長かったね、ここまで来るまで。なあ、トリコ。大変だったけど。あそこか？下か？これ。わからんけど、あっち行くか、とりあえず。よし。ここはどこに通じてんだろう。ちょ、トリコ置いて、別のとこ行ってみますわ。まだトリコ俺探しに行くのかな？あ、ご飯だ。やった。よっしゃ、トリコにあげよう、これ。うわぁ、めっちゃ真っ白やな、ここ。なんやろな、ここ。これ乗ったらどう、来んの、エレベーター。エレベーター来るようなとこじゃないのか、ここは。お。みょん、みょん、みょん。ここはなんだろう。捕まったとこに通じてんのかな。よいしょ、俺たちの檻がなかったし。うん、通じた場所ここだったんだね。とりあえず今回はこれは餌があるだけポイントっぽいので、トリコに持っていきましょう、餌を。餌、ご飯。タイコー！ご飯よー！トリコー。行くよ、行くよ、投げるよ、投げるよ、トリコ行くよ。せーの、はい！あー！バグった、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 バグった。食べてくれ、トリコ。トリコ、食べてくれ。ご飯を。ご飯食べてくれ。えい。トリコ。はい。食べてくれ。よしよしよし。やっと食べてくれたよ。最近トリコが食べてくれないんだけど、俺のご飯。あ、こっから来たんやな、俺は。で、で先進むね、トリコ。先。お先トリコ。トリコあかんわここ。俺お先トリコとか言ってたけど、これ先進むのにお前の力が必要や。トリコ、俺を導いてくれ。ありがとうトリコ。でも導いてくれって言っても次行く場所が分かんねえんだよね。あ、上か。トリコ、あそこ、あそこジャンプして。来た来た来た、ジャンプ頼む。高い高い高いマウンテンへ。高い高い。違う、トリコ、そっちちゃう、そっち気になる、気になる。ご飯食べてあげたやろ、ご飯。こっちこっち、ジャンプジャンプ、いっちゃうよ。羽バサバサして、はい、バサ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 、飛んだー。よし、どっかで絶対トリコとまた大鷲の戦いがねあると思うんだよな。それ怖いよね、考えると。トリコ、負けないでよ、ほんと。倒してよ。ま、だって俺、援護できないからさ。うん。トリコ、頑張ろうな。めっちゃ暗なったな、急に。さて、外に来ました。綺麗だね、なんか。緑が。この崖の上だけど。さっきまであっちにいたのかな、俺たち。ね、だいぶ高いとこまで来たよね、すごく。どうしたん、トリコ。ん、何見てんねん、トリコ。草で全然見えへんわ、トリコ。高い、高いところ見てんの、トリコ。見せて、俺も。ん、あの上ね、次行くところあっちだよってことかな。まだまだ上はあるんだね。わかった、トリコ。一緒に先進んでいこうな。で、次どこ行くんかわからへん、トリコ。わかる？トリコ、捕まっとらなんか勝手にいてくれるからな、トリコ。よし。でも飛んでいこう、トリコ。いや、これあれ、俺が向こうまで行くのかな？わからんけど。お？どうした、トリコ？お、やる気満々や。
わ、そんな狭いところ歩いてくれんのか。危ない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 。次滝流れてる。なんか何もせんでええっての俺すごい楽やな、これトリコに指示するだけっていう。ああしてこうしてこうああしてっていうね、え上司やで、これトリコの友達だよ。よし、トリコジャンプ高い。おっとっとっと、落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃう。次次次、まだまだこんな足場しかない、足場がね飛び飛びだからね、人の力ではいけないからね。トリコ、大足の力を使って行かせてくれ、頼むトリコ。次もぴょん。おお、来てる来てる。昔からトリコここにいたのかな、なんかここ巣っぽいし、すごい人工物の建物いっぱいあるけどさ、神殿。これ大工さんどうやって作ったん、ここほんま心配しちゃうよな。さあここドア開けたいけどどうするのって顔してるよね。あ、こっから俺に任しとけか。わかった、トリコ。俺が、あとはなんとかするわ。よし。じゃあ、ここのドア開けてくるから、トリコ待ってて。俺行ってくるわ。トリコ。な、そんな心配そうな顔で見やんといて。俺行けるから。弱くて、小さくて、ね。雑魚な俺だけど。な。よいしょ。お前にしかできねえことがあるように、俺にしかできねえこともあるんだよ。きっと。おお、届かね、身長が足りねえ、チビだけだ。めっちゃ見ておるな、待ってて、トリコ。心配すんな、心配すんな、大丈夫やって。よし。かわいいな、トリコ。俺、ちょっとトリコやってたら、あのペットが飼いたすぎてさ、いや、ハムスター飼ってんだけどさ、じゃもうちょっと大型のペット飼いたくなりすぎて、ね、ペットショップ行っちゃったよ。もう犬ばっか見てた。やばい。いや、このままじゃいけない。買ってしまう。今俺のマンションはペット禁止だ。引っ越しからだな、これは。そう、ペット飼ってる友達の家に行かなきゃいけない。誰かいないですかね？撫でさせてください、僕に。ねえ。よし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 ってさせてください。さあ、ねえ。さあ、ペット大好き、大ダラです。さあ、ちょっと、まずトリコのために、ドア開けに行きましょう。目的を忘れてかけた、今。うわぁ、怖いな。こういう建物のとこってね、鎧がいたりするから怖いよね。あれ、鎧ちゃう？違うか、これ。あ、スイッチか、びっくりした。鎧に見えたわ。よいしょ、イーチー。誰かー？開けたよ。あー。さあ、これで入ってこれるね。よしよしよし、トリコ。行こうか。さて、じゃあ皆様、今回この辺で終わりにしましょうか。綺麗な緑と囲まれて、今日はここでお別れとしたいと思います。また次回ね、トリコまた一緒に冒険しような。お疲れよ。どうした？どうした？終わろうと思ったトリコが急に興奮した。ね。どうしたん？大丈夫大丈夫、トリコ。なに、めっちゃ懐いとるやないか、これ。あら、どうした？どうした？かまってほしいんか、俺に。任しといてや。あれ、なんかあの絵、傘みたいにある。あそこ行くのかな、もしかしたら。じゃあ今度こそ本当に終わり。バイバイ。